パラグアイの駐日大使が岡山にやってきました。倉敷市に本社を置く萩原工業が製造拠点を新たにパラグアイに設置することを受けたもので、岡山との友好関係が深まることが期待されています。岡山県庁を訪れたのはパラグアイのラウル・アルベルト・フロレンティン・アントラ駐日大使夫妻です。萩原工業への視察の一環で岡山県への訪問は初めてです。岡山県内の企業がパラグアイへ進出するのは7年ぶり2社目で、茨城知事は今回の事業展開を通じて岡山とパラグアイの友好関係がさらに発展すると期待していると挨拶しました。今回岡山県から、行かれるということで、パラグアイの経済の発展にも、貢献いただけますし、その、工場が、設立される地域の発展にもつながると思っています。大使はこの後倉敷市の萩原工業本社を訪れ、樹脂のシートを作る糸の製造工程などを見学しました。萩原工業は新設するパラグアイの工場でバルチップと呼ばれるコンクリートを補強する繊維を製造することになっています。ブラジルなど南米での需要が伸びていること、またコンテナ不足で輸送コストが上昇していることなどから、ブラジルに隣接するパラグアイに工場を設置することにしたものです。Vamos a desarrollar esta tecnología en mi país que va a ayudar para el desarrollo tecnológico del Paraguay y también crear manos de obra, empleos, que es lo que necesitamos como país. パラグアイの工場はおよそ5000平方メートルで、インドネシアの工場から機械を移設し、従業員20人ほどでバルチップを生産します。やはり南米って結構需要が多くて、消費されているところで物を作る、地産地消みたいな考え方で、やはりもう国という発想をですね、やっぱなくさないといけない。萩原工業のパラグアイの工場は来年1月から稼働する予定で、年間でおよそ1200トンのバルチップを生産します。